皆さんこんにちは。僕はですね、今 JR 九州、JR 西日本、福岡県の博多駅に来ております。本日はですね、福岡、博多から大阪の方に帰るんですが、まあ、普通ですね、博多と大阪の間移動するとなると新幹線使う人が多いと思います。まあ、僕も基本的に山陽新幹線、のぞみ号、みずほ号、桜号とかを使って2時間半でね、まあ、新大阪の方に帰るってことが多いんですが、今回ですね、あえて飛行機で帰ります。でも普通に飛行機乗っていくだけだとちょっと面白くないんで、ちょっとね、アトラクション的な要素も入れてね、大阪の方を目指そうと思ってます。まあ、博多対大阪だと、まあ、新幹線が優勢だと思うんですが、まあ、これが東京とか名古屋になると、まあ、おそらく飛行機が優勢。名古屋ってちょっと微妙ですよね。どっちの方が、シェア率高いのかな。いや、やっぱ飛行機よね、名古屋もね、うん、だと思うんですけども、今回ですね、博多駅で見送ったのぞみ号の新幹線を新大阪着くまでに飛行機で追いつけるのかどうかっていうのをちょっと検証しながらね、大阪の方に帰ろうと思います。でもこれ前からちょっとやってみたいなと思ってたんですが、今日せっかくねちょっと時間あるんで、やろうと思いました。はい、ということで新幹線はですね、17時15分発ののぞみ号、それを見送った直後に僕は福岡空港の方に急いで向かいまして、福岡空港から飛行機に飛び乗って大阪に向かいます。で、伊丹空港に到着した後、まあ、リムジンバスでね、新大阪駅に向かうといったような流れでね、今回やっていこうと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。ちょっとなんか YouTuber っぽいことやりますね。博多駅の新幹線改札内に来てるんですが、17時15分とね、この15分間隔でも博多東京をね5時間走破する新幹線が走ってる、まあ、日本ってやっぱすごいなと改めて思います。で、今回見送る列車は17時15分発ののぞみ54号東京行きになります。12番線からの出発。ホームに上がるとちょうどね列車が到着した時間帯でした。17時15分発のぞみ54号東京行きN700S JR 東海編成になります。J の36編成ですね。のぞみ54号です。実はね、東海道山陽新幹線を一気に乗り通したことでないんですよね。なので、まあ、正直東京に行くんだったらね、普通にのぞみ号で乗り通ししたかったんですが、まあ、今回は違います。のぞみ54号東京行き全席禁煙となっておりますといろいろ書いていますが、停車駅はね、山陽新幹線内に関しては列車によって変わってくるんですよね。で、こののぞみ54号に関しての停車駅はもうそろそろ出ると思いますが、まあ、小倉には 100% 止まります。あ、英語になった。はい、まあ、小倉とか広島とかね、岡山、姫路、新神戸、そういったところを経由して新大阪に向かいます。あ、出たな。小倉、広島、福山に止まるか。岡山、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川、そして終点東京です。気づいたら N700S もすごい増えてますよね。まだ JR 西のね、 S 自体は3編成とかしかなかったと思うんですが、東海の S はね、かなり多いですよ。 J の36編成になります。博多駅は結構いろんな列車見れて面白いですよね。右に止まってんのは N700S で、左に止まってんのが九州新幹線の800系です。九州新幹線こちらもすぐ発車ですね。ドア閉まりましたわ。燕号の熊本行き、まあ、この車両がね、山陽新幹線に入るってことはありません。オール普通車6両編成です。僕的に日本で一番乗る機会が少ない新幹線車両かな。両手で数えれる程度しかね、乗ったことないですよ、800系はね。こっちの N700 系とかはもうね、1年間でもう何十回と乗ってますけど、今回ね、この15分発ののぞみ号を見送ると直ちに福岡空港に向かう必要があります。というのも福岡空港を17時50分に出発する伊丹空港行きの ANA 便取ってるんですよね。で、保安検査の締め切りっていうのが20分前までなんで、まあ、15分しか猶予がありません。12番線からのぞみ54号の東京行きが間もなく発車です。5時間で東京駅まで行くのぞみ号、山陽新幹線内の最高速度は300キロですからね。山陽新幹線はね、確か姫路まで300キロ出せるんですよね。
J の36編成出発です。追いつけるかな新大阪で。はい、ではね、こんなところでのんきにしてる時間もないんで、地下鉄の方に移動しまして福岡空港に向かいます。新幹線改札を出て2分、地下鉄です。ここでもいいのかな、ビザタッチも使えます。この20分発の福岡空港行きに乗ります。ホームに乗りました。17時20分発の福岡空港行きに乗ります。これに乗って大体5分ぐらいで終点の福岡空港に着きます。保安検査は出発20分前が締め切りなので17時半ですね。逆に言うとこの20分を乗り過ごすともう飛行機間に合いません。26分のやつだとね、超ギリギリです。ちょうど列車やってきました。確かね、6号車に乗るとね、エスカレーター近かったはずです。福岡空港は何回も使ってるとね、慣れてきますよね。すぐに発車です。ちなみに今回ね、オンラインチェックインはすでに終わらせてて、搭乗券はモバイル搭乗券で iPhone の中に入ってます。なので、まあ、チェックインカウンターとか寄る必要もなくね、そのまま保安検査場に行こうですね。次は稲城駅です。お客様にお願いします。どうか福岡空港着きました。やっぱ読み通りですね、6号車の先頭に乗ることとします。目の前がエスカレーターです。ではこのまま国内線ターミナル ANA のチェックインカウンターじゃなくて保安検査に、ね、進みます。マジ便利よね福岡空港って。えげついと思うよこの立地の良さ。今26分であと4分で保安検査締め切りです。改札を出るとですね、二手にエスカレーター分かれます。1階に行くエスカレーターと2階に行くエスカレーターですね。航空会社のチェックインカウンターは1階になりまして、それをねスキップすることができる人はそのままね2階に上がれば OK です。ただしステータス持ってる人はチェックインカウンター使う場合2階にあるので、 JAL も ANA もね2階にエスカレーター使ってください。もうこの長いエスカレーター登ると目の前にはですね、保安検査場があります。ステータスない人は左ですね、ステータス持ってる人は右に行くことになりますね。ステータス持ってる人用 JAL と ANA 隣同士であるので非常に分かりやすいです。他の ANA ね、スターアライアンスゴールドプラチナ持ってるんでね、こっちの優先レーン使ってチェックインします。今17時27分博多を出発して7分、のぞみ54号が博多を出発して12分でね、この保安検査場の目の前に来れてます。素晴らしい。では保安検査抜けて制限エリアの中に入ります。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。ラウンジって飲み物飲みたいところではあるんですが、もうすでに搭乗開始してるんでね、このままゲートに向かいます。福岡空港は立地良すぎて毎回あれだね、ラウンジ使うことがない。もうほんとギリギリに来ることが多いんでね、今回6番なんでバスではないはずです。機材ボーイング767なんでそこそこ大きな機材ですね。よし、ではゲート向かいましょうか。ちょうど羽田行きだかな、とかぶってますね。ゲート前に来ましたが、すでに優先搭乗終わってて5番ぐらいまで進んでますね。17時50分発 ANA の428便大阪伊丹空港行きに乗ります。のぞみ、54号は多分今小倉駅出たあたりとかなんじゃないかな。博多を出発して13分で搭乗ゲート前に来れてます。では乗りましょうか。本日の機材こちらになります。ボーイング 767-300ER 機体番号 JA609A なんで、普通の767国内線使用機になります。ほぼ満席なんじゃないかな。隣人来なかったらいいんですけどもね。ではこれで大阪に帰ります。というわけで機内入りました。767なんで普通席は2プラス3プラス2のシート配置で、今回国内線使用の767ということで特にモニターとかはねありません。 USB ポートとかもないですね。はい、まあ伊丹空港までは1時間弱のフライト、実際飛んでるのは多分50分ぐらいだと思うんで、あっという間に着きます。隣人来るかどうか結構重要ですよね。もう2人掛けなんで割とね来る確率は結構高いです、うん、皆様こんばんは、 ANA 大阪
ほぼ満席です。福岡大阪ね、新幹線が圧倒的に優勢だと思うんですけども、まあ、ANA も JAL もね、それなりのフライト数ありまして、まあ、ANA もこうやってね、ワイドボディ機投入してますからね。今ね、多分ドア閉まったと思いますが、ラッキーです。僕の隣空席、2席独占です。いや、なんか最近こういうの多いな。めっちゃ混んでるフライトでもね、隣ブロックしてくれてるのかわかんないけど、運がいいですね。ここまで順調に進んでたんですが、ちょっとここでまさかの展開ですね。ただいまの時間18時17分ですね。シートベルトサインが消えました。皆様の伊丹空港到着時刻はただいまのところ午後7時10分を予定しています。やばいな。この先座席のリクライニングとテーブルは最終の着陸体制。ちなみにのぞみ54号はね、今広島駅に到着している頃ですね。18時17分着とかだったと思うので、まだこちらは九州も出れてません。なんとか B767 の強力エンジンで遅延回復することを祈ります。ドリンクサービスでコーヒーいただきました。リンゴジュースやコーラとかね、お茶自ら選択できます。で、今の時間がポンポン鳴りまくってるよね。767、本当に非常機のところにね、 CA さん呼ぶボタンを押した、ね、配置したのは本当ミスだと思う。知らない人みんな、ね、手が当たって押しちゃってますからね、はい、この非常勤のところで、ね、これがコールボタンです、はい、で今ね18時40分ですが、のぞみ54号は、今福山に着いた頃かな。もう福山まで行ってんのかって感じなんですけども、大丈夫かな、なんかちょっと心配になってきたな、はい、ということでもうあとね大体10分弱で着陸体制に入るみたいです。あっという間すね、飛行機はね。
時刻は18時47分ですね。伊丹空港に向けて着陸態勢に入りました。もう間もなく伊丹空港に着陸です。今の時刻が19時ですね。この先、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での乗り換えは周りのお客様のご迷惑になりますので、既に岡山を出発しています。19時6分、ようやくスポットに着きました。ワイヤレスイヤホン、お土産物、お仕事の書類などお手回りの品をよくお確かめください。飛行機します。飛行機降機しました。今の時間が19時15分ですね。で、実はですね、19時5分のバスに乗らなければのぞみ54号を新大阪で迎えることはできませんでした。つまり何が言いたいか、残念ということで今回失敗になります。もうなんかちょっと辛いな、これどうすればいいの、こういう時って。福岡空港でね、20分ぐらい滑走路の手前で待機させられてたんで、もしそれがなかったらね、余裕でバス乗れてたんですけど、残念な結果です。のぞみ54号はね、19時40分過ぎに新大阪到着なんですよ。でも今から急いでタクシー乗れば、いやでもタクシーでも20分、いやでもあのね、切符買って改札の中入る時間とか考えると15分で新大阪は無理なんで、ドアがいてもボツやん今回の動画、どうしよう。でも出します、このまま。まああのね、必ず成功するってことはないんですよ。まあ YouTuber の人らも多分こういったことがあれば、まあこの場合とか多分ボツにしてる人がほとんどだと思うんだけど、僕このまま出しますね。多分今皆さん見てるってことは動画が出てるってことなんですけども、まあこういう裏側とかも、まあ、たまにはいいのかなということで。あー残念だな、絶対行けると思ってた正直。17時49分、帝国よりも1分早くプッシュバックも開始してたんで、来た来た来たと思ってたんですけど、いやーまさかのね、福岡空港混雑の影響でバスに間に合いませんでした。とりあえず外出ます。制限エリアの外に出てきました。伊丹空港来たのもめっちゃ久々だな。はい、今日も京都ってかなり混雑している伊丹空港ですが、はい、ということでですね、あの19時5分のバスが出ると次がね、新大阪駅19時25分だったんですよ。まあそれ乗るとまあ8時前到着ということで、まあ絶対ね、のぞみ54号を迎え入れることはできませんでした。まあ山陽新幹線遅れてたりするとね、まあ話は別だったんだけど、帝国通り動いてますし、はい、まあそれはね、すごくいいことなんだけども。というわけで、まあ今回まあ企画失敗ということで、まあ逆にこういう失敗したシーンをね、まあご紹介するっていうのも、まあこれはこれでいいのかなということで、まあこのまま動画流しますけども、まあ、またちょっとリベンジしたいですよね。めちゃくちゃギリギリな戦いになるんですよこれ。
うん、まあ地下鉄もね一本乗り遅れるだけでもう保安検査締め切りで飛行機に乗れなくなっちゃうしとか、うん、いや残念だな、悔しい、単純にもうただそれだけです。まあ、ただね、やっぱ福岡と大阪の移動っていうと、まあ、やっぱ新幹線、まあ、優勢だと思うし、まあ、僕も普段は新幹線使うんですけども、まあ、あえてこの区間をね飛行機で移動するっていうのもそれはそれでまあ楽しいのかなというふうに思います。まあ、明日ね朝から何も用事なかったらね、伊丹ついてすぐ羽田行きの飛行機乗ってね東京まで先回りして、で東京駅でのぞみ54号迎え入れるみたいなこともやろうかなと思ったんだけども、まあ、明日ちょっと朝から用事あるんで、まあ、そういったこともできないので、ちょっと今回の動画はねなんか残念な終わり方になってしまいますけども、ここで終わろうかなというふうに思います。まあ、福岡空港の混雑っていうのはもう前からね言われてることで、あの本数を滑走路たった1本でさばかないといけないんですよ。なのであの時間帯も離陸と着陸をね1本ずつ交互に行ってるって感じだったんですよね。なので離陸するまでね20分以上かかったということになります。はい、ということで、まあ、今回のことに関してはちょまたねいつかリベンジしたいんでね、やろうと思ってます。まあ、逆パターンでやってもいいしね、大阪から福岡でやるとかね、うん、そういったこともいろいろ考えます。はい、ちょっと今回は残念な結果になりましたけども、すいません、ここで動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。残念です。